とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。闘志の締め具で攻撃するよりも、釣り竿を使ったマウラーズやソウルフィストの方が強いんではないか、ということですね。今日は検証をやってみましょう。まず、最初に、闘志の締め具に、キノコを使って叩いてみます。これがもう基準になりますね。これが基準。で、次に、闘志の締め具プラス、釣り竿。これで攻撃してみます。どっちの方が早いのか。で、その後に、ガントレット、そして、ソウルフィスト、マウラーズ。この3つ。で、釣り竿を使って攻撃してみます。どう違うんでしょうかね。ちなみに、黄金なんですけども、黄金スキルは攻撃とは関係がないので、大丈夫だと思います。均等に測れると思いますよ。では、実際どれが強いのか、試してみましょう。いくぞ!それでは、まずはキノコの締め具でいきましょう。ボスはね、ちょっと弱くするために、難易度をアポカリプスプラス18までかけてます。いくぞ。あ、意外と早い。まあまあ18だからね、こんなもんさ。はい、これが基準になります。これぐらいの速さで倒すことができます。では次、釣り竿を使ってやってみましょう。では次、締め具釣り竿ですね。これで行ってみましょう。見た感じはそんな変わりはないんだけどね。まあ、どれぐらい違うんでしょうか。いきます。変わらんよね。若干早い。どうだろう。あ、なんか若干早い気もするけども。まあまあ、こんな感じです。では次、ガントレットですね。ノーマルのガントレットです。これは、そんなにないでしょう。いや、実際のところ、そうか、攻撃力としては、締め具と変わりはないのか。行ってみまーす。いや、若干、いや、弱い。わかんないけど、なんか弱そう。はい。ノーマルガントレット。こんな感じです。なんか遅い気はする。次行きましょう。次はマウラーズですね。マウラーズ、どうなんだろう。わかんないけども、行ってみましょう。いけ。あ、なんか早い気する。いや、そうでもない。気のせいか、わかんないけども、これぐらいです。それでは最後、ソウルフィスト、行ってみましょう。今は魂のフィストか。ソウルは全部貯めてます。ソウルを貯めた状態の、魂のフィストですね。クリティカル率 10% ぐらいなのかな?わからん。共鳴だからどうなるかわかんないけど、あ、これは早いわ。ああ、これは、全然早いと思いました。さあ、結果はどんな感じでしょうか?それでは、結果発表です。一番早かったのは、ソウルフィストですね。ただし、ソウルが全部溜まってるっていうのが条件ですね。全然溜まってなかったら、クリティカルが出ないので、締め具の方が強いです。やっぱり、キノコとシメグを同時に使った方が強いみたいですね。でも、それ以上の火力を出そうとすると、ソウルがマックスまで溜まったソウルフィスト、魂のフィストか。あれに、いいエンチャをつけると強くなるっぽいですね。まあ、ほんと僅差よ。僅差。なので、もう普通に、シメグにキノコで使っていいと思います。まさかのマウラーズが一番遅かったってやつなんで、それはちょっとびっくりだったですね。はい。検証結果、こんな感じとなっております。
ということで、またやっていきます。チェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。